カフェのコーナーパート2です。パート1に続きまして、ラリードライバーの荒井俊博さんに引き続きお話を伺っていきます。さて荒井さん、はい、次は第3戦京都の京丹後市でのレースということになりますけれども、はいはい、まあ、この丹後でのレースというのはこれまでも走ったこととかあるんですか？そうですね、私全日本に戻ってきたのが2014年なんですけど、うん、その2014年に1回だけ走ったことあるんですよ、はい、あの時も大雨が降って、うん、ハイドロプレーニングになってそのまま壁にぶつかったんで、あんまり走ってないので全然わかんないですね、うん、はい、まあ、2014年以来ということは実に4年ぶりということになりますかね、はい、まあ、これまでその次回のレースについてのコースとかそういった情報とかって これここまで入ってきているんですか？全然わかんないですあんまり気にしないで、なんかもう走る方とドライバーとしてはそう、もう、まあ、結構ね、あのドライバーってどっちかなんですよね。私なんかあの世界選手権やってる時ってもういっぱいコースがあるので、その一回一回次のところはどんな感じだったかなってコースをここに覚えたりとかしてないんですよね、うん、もう行ってその時ペースノートをちゃんと作れればいいやっていうのがあるんですけど、日本の場合もやっぱりそんな感じなので、あんまりそのどんなコースでこういう風なセッティングしたらどうのこうのってあんまりないんですよね。ただ結構ね、気にする選手はもう事前に道を見に行ったりとか、なんかそういうことをしたりとかする選手もいるらしいですけど、私はそういうのは出てないですね。荒井さんに関しては、はい、もう現場で見て、そうですね、作っていくという、ね、はいはい、なるほど、分かりました。でちょっと話が若干変わりますけども、はい、荒井さん、あの、まあ、来月にかけて、はい、まあ、イベントなどにもいろいろとご出演されるそうなんですが、はい、そうですね、はい、どんなイベント？今週末ですね、はい、まず東京のお台場で、モータースポーツジャパンという、うん、結構大きなイベントなんですけど、あの、フジテレビさんのすぐ南側ですかね、大きい広場みたいなのなんですけど、そこで、各メーカーですね、だから日産さんとかスバルさんとか、トヨタの、鈴木さん、みんな出てくるんですけど、そこで、レーシングカーがエンジンかけて走ったりですとか、あとはその、コックピット乗せてもらったりですとか、結構いろんなその、モータースポーツ系のイベントがありますね。うん、で、そこは入場料もタダなので、ぜひ来てもらえると、あの、親子連れで来ても全然楽しめるようなイベントなので、そこはかなり楽しいかなというのがありますね。あと4月の22日が、富士スピードウェイで、モーターファンフェスタかな、まあちょっと名前がちょっとわかんないですけど、そこは、いろんな車が、まあ外車から国産車からみんな来て、いろいろ走ったりとか、いろんなコンテンツをやるみたいなんですよね。うん、なので、そこもだから、子供さん連れてきて遊んでも、一日遊べるかなという、いろんな車があるので、逆にそこはもうほとんど乗用車がメインなので、あの車が好きな人、まあ、モータースポーツファンじゃなくてもですね、楽しめるかなと思います、ね、そして、まあ、ゴールデンウィークにもイベントがまた、ね、はい、そうですね、ゴールデンウィークはまあイベントというかうち の, あのまあ会社でですね、主催する壮行会を毎年やってるんですけど、はい、5月の3日が、信州スポーツランドっていうところのダートラ場なんですね。で4日が、石川県の輪島のところにある門前っていう、そこもダートラ場なんですけど、うん、あと6日ですね、6日があの長野県の野沢にあるスポーツランド、野沢かな、モータースポーツランド野沢か、ちょっと名前が分かんないですけど、そこで壮行会というか、まあ、みんなで和気あいあいとしながら走ろうよみたいな、うん、まあね、そのなかなかグラベルって走る機会がないので、うん、で走らせ方も多分皆さん分からないかなと思うので、結構ラリーやってる人とかダートラやってる人とか、まあ、ちょっと滑るのが好きな人っていう人も結構来たりとかするので、まあ、暇な人はね、見に来てもいいかなと、まあ、見てても多分面白いから見に来てもらってもいいかなと思うんですけどね。荒井さんも実際にそこで走らせたり、そう、私は走りながらいろんな人を教えたりとか、うん、あと自分でセッティングも出しながら走ったりとかいろいろするので、まあ、そんなバカみたいには走んないですけど、うん、いろんな車乗ったりとかしますので、ぜひ遊びに来てもらえればと思います。まあ、実際にその荒井さんが少し、まあ、アドバイスとかそういったこともされて、そうですね、それは教えながらやります、うん、はい、じゃあもうラリーをですね、されてる方にとってみればもうこれ以上ない経験の場になりますかね。ないのか、なんかね、本当に道場みたいなので結構スパルタ系で行ったりとかもしますので、まあ、逆に本当に楽しみで来るか、うん、うんと早くなりたいか、どっちかで来てもらった方がいいかなと。中途半端に来ると結構大変だなとか、あ、うん、こんなんじゃちょっと、ね、もっと一生懸命走る方がいいやってなるかもしれないですけど、まあ、その人それぞれによってちょっと変えたりはするので、うん、で、まあ、知り合いばっかしなので、逆に面白いかなと思うので、うん、ぜひ来てもらえればと思います、はい。まあ、週末のそのお台場でのイベント、はい、そして、富士スピードウェイでのイベントで、はい、まあ、それぞれお車好きな方はそちらに参加していただく、はい、そしてさらにがっつりと
今ちょっと、はい、やりたいという方は、はい、ぜひゴールデンウィークのイベントにも参加してみてください、はいはい、ではあの改めてでなりますが、はい、あの次戦の京丹後のレースに向けて意気込みの一つ、はい、よろしいですか。そうですね、まあ、今回初めての道を使うみたいなので、うん、まあ、皆さんそれぞれイコールになるかなというところもあるのと、あとはちょっと、天気がね、実際私のとこ私としては雨降ってもらえれば一番いいんですけど、なかなかそういうわけにもいかないので、まあ、この間の、ね、唐津の反省を踏まえてちょっとセッティングし直してまた車持っていきたいなと思ってますね、はい、雨の方が好きなんですか。雨だとね結構話せるんですよね、はい、じゃあそのあたりもちょっとね期待しながら見ていきましょう、はいはい、今週のカフェのコーナーはラリードライバーの新井俊博さんにお話を伺いました。新井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。